積水ハウス設計士のトミーさんにお話を伺っていきます。今回は猫ちゃんと一緒にストレスなく暮らす家というのをテーマに設計しております。そこに横長の窓があるんですけども、はい、意味を持った窓になっているので、また後ほどご説明させていただきます。楽しみにしてます。はい、失礼します。わあ、なんかすごい木の香りが、そうですね、しますね。あ、これが、そうです、玄関の明かり取りの窓になってます。実はこれだけではないので、別の役割が、また後ほど。あ、楽しみにしてます。うわ、すごい広さですね。はあ、奥の方は和室になってるんですね。小上がりの、そうですね、畳のスペースがもうつながって一体として感じられるような作りにしてます。キッチンはあえてこのコアといいますか、中の部分に配置することでこの空間が実現してるっていうのもありますね。わあ、なんか贅沢空間ですね。この上のところを見てもらってもいいですか。田中と思ったらキャットウォーク。そうなんですね、こちらの収納につながってます。あ、このもうこれでも棚ですよね。そうなんです、この棚の上に、あら、いらっしゃった猫ちゃんが通って奥につながってるという作りになってます。なるほど、猫ちゃんの習性、ちょっとこう暗いところで隠れていたい時にはここにも行くことができると、うん、そうです、そうです。すごい考えてらっしゃいますね。それではキッチンの方に、はい、黒でしっかり閉まってる感じもいいですね。そうですね、キッチンといえば冷蔵庫とか。あ、ないですね。それは実は裏の方に隠す形で生活感が表に出ないように工夫してます。あ、ここがパントリーになってるわけですね。はい、裏も収納が、はい、そしで、はい、冒頭触れさせていただいた窓がここで見えてくるような形になってます。実はこの上もキャットウォークになってます。猫ちゃんもアクセスできるようになってるわけですね。はい、だから猫ちゃんの外を見るための窓、高いところから外を見たいっていう猫ちゃんの習性がありますので、はい、ここに来てゆっくり外を眺めてもらえたらなと思って設計してます。すごいな。この猫ちゃんの気持ちが分かった作りってどうやって実現されたんですか。お客様はいっぱいいらっしゃって、必ずしも毎回自分の方が詳しいわけではないと思うんですよね。自分に知識が足りなければしっかり勉強して詳しくなって、それを生活にこう盛り込んでいくっていうのが、自分がしないといけないことなのかなと思ってます。いや、素晴らしい。